はい、レオンテネルです。食感仮面ライダービルド大騒動セットの、まずは仮面ライダービルドと仮面ライダークローズを紹介しましたので、今回は残りのスナップライドビルダーを見ていきましょう。じゃあ最後はスナップライドビルダー。これがまた作るのが超簡単で、デラックス版がめちゃ大変だったから、すごいびっくりした。まず、ここのフレームを、 サイドね、ガチャガチャっとこの支柱ではめて、で、ここがもうワンセット組み込み済みなんですよ。要はこの黒いパーツとクリアパーツ部分はもう合体してて、で、それプラスランナーにこの1、2、3、4、5のサイドパーツがあって、それを各部分にカチャっとはめれば終わりでもいい。 分ぐらいで完成したかな超楽デラックスのあの大変さ、何だったんだろう <laughs> そして、騒動と比べてもめっちゃ大きくて、本編的なボリューム感再現されておりますし、僕まだこれで遊んでないんですけど、これによっていろいろ不遇な目に当てるゴリラモンドを組み合わせて遊ぶことができますよね。各パーツ細かく見ると、クリア部分なんかの造形もほんとよくできてて、 パイプ部分とかクリアパーツも基本軟質でパキッとね折れそうなパーツはありませんね。これは遊びやすそう。で、ジョイントが色々とこの辺とかこの辺についてるから、要はここに A サイド B サイドをはめることでビルドアップとか変身の状態を再現できるんですよね。ってわけでゴリモン使おう。 まずはダイヤモンドとゴリラのパーツに分割するっしょ。で、ゴリラ側が前だから、ここだね。ここのジョイントに足をはめる。で、胸の茶色い部分をここにはめると。めっちゃ簡単っぽいぞ。で、ここにジョイント出っ張りがあるから、背中のここの受けの部分にセットする。 ちょっとここ軟質最初から僕曲がってたんで若干内向きになってますがこんな簡単なことでもうゴリラ側 OK じゃないすごで、反対側はこの内部分にジョイントがあるからこれをいつもの腰のね魂成長がはめるところにセットするあとはその上に顔の受けがあるから出っ張りをここにはめればえ、終わり 簡単これいいじゃんはい、これでソー動バージョンのスナップライドビルダーに分割した状態の仮面ライダービルドセット状態が完成しましためっちゃ簡単超遊びやすいしかも各パーツがガチャガチャっとはまりますから、これは簡単に外れることもありませんし、 でも大丈夫なんだ。で、説明書に書いてあったのが、さらに後ろ側にここね、ジョイントがあることで、これでクローズのアーマー部分も収納できますよと。まあ、厳密に言えばクローズのアーマーって横にこう、あ、でも横から縦に来るか。なのでここでもいいのか。とりあえず本編っぽいのは全部、サイデンのギルド。えー、これ 余分に買ってこう <laughs> 追加で欲しいめっちゃ遊びやすいじゃんただあくまでパーツをガチャっとね、はめるのみですから、ここからなんか動いたりとかそういうことはないんですが、まあ、デラックスでもそういうことはありませんでしたから、このお手軽再現はまじ最高なんだけど。でもこの大きなパーツが結構強引に箱に入ってたから、若干歪んでるのよね。まあ、でもこれも時間が経てば、もう少しまっすぐになるかな。で、ここ真ん中にスペースがありますから、 ビルドをはめる箇所はありませんが、ドンと置けば、ビルドアップの劇中心を再現することができます。最高いや、これやばいぞ。このおもちゃ予想以上に、めちゃくちゃ遊びやすくって僕にはまるぞ。はい、近づいてみるとこうで、本当に簡単にね、フィギュアをドンと置いて、で、スナップライトビルダーにガチャガチャとはめてるだけなんですが、この再現度、下のパイプが通ってる、 機械的な部分も表現バッチリで、画面からは分かりづらいかもしれませんが、結構このスナップライドビルダー自体が大きくて、ディスプレイ映えするんすよね。いろんな角度から、例えば正面から見ても位置合いますし、反対側から見てもいい感じ。超遊びやすいんじゃないこれ。で、元に戻すときは、各パーツを引っ張って、 で、外す。ダイヤモンド側も外す。5、6パーツぐらいで、ードは構成されてますから、戻すのも超簡単。これではめるっしょ。足はめるっしょ。で、胸部分のパーツははめれば、はい、ゴリラモンドにビルドアップって感じで。このお手軽さ最高だな。じゃあ、 クローズでも試してみましょうか。クローズの場合はアーマーをパッて外す。そして、後ろ側のこの部分にジョイントを使って、こっちあ、こっちだね。この部分にジョイントを使ってはめると。おー、すごーちゃんと装着直前のアーマー展開状態も表現できますから。これでクローズのアーマー未装着状態を真ん中に置けば本編っぽいこともできるんだ。 この見た目もすっごいいいな。ただ、クローズは前後にパーツが完全に分割しませんから、顔部分はね、もともと固定なので、とはいえ各パーツは分かれますので、先ほどと同じようにジョイントにはめていけば OK ってことね。前側のパーツ、顔の分割がない分より、 お手軽に仕上がりますね。はい、これで、クローズの変身状態のスナップライドビルダーも完成しました。厳密に言うと最初はここの横側に確かパーツがあって、羽のね。で、これがパタッ とずれて、最後ガチャっとね、装着するような形ですが、でもおおよそ本編通りの見た目で、真ん中にバンジョーのフィギュアが欲しいところ、これもいけるんだ。ってことはこれまで発売したベストマッチ系は、こちらと組み合わせて遊ぶことができますし、相当オリジナルってところで言えば、スパークリングとかもオッケーってことですよね。ま、でもスパークリングはもともとあれか、エフェクトが違うか。ま、でもこんな感じで、ま、顔はね、 分割できないんですが、赤いとこと青いところと分けて、ビルドアップ風のことができますし、この歪んでるのもすぐ修正できるのがいいね。あとは最近発売したラビラビタンタンとかも、総動オリジナルで分割ギミックがありましたから、これ顔も分かれるよね。なので、前側をセット。 とする。羽意外とパーツの邪魔にならなくて、脇部分のパーツも外れますから、ここにはめるっしょ。あ、これはラビラビタンタンで分割状態でディスプレイするのも面白いかも。で、後ろ側に、やっぱ戦車の羽があると干渉しちゃってはまんないな。ここのね、さっきのドラゴンのアーマーを刺したところに、 はめられると、おなんでもいけるじゃんはい、これで、顔部分も、カチャッとはめることで、はいテレビ本編とは全く違う仕様ですが、ラビラビタンタンもこのように、スナップライドビルダーにセットして、ードオリジナルの遊びをすることもできます。ここに、ラビットラビットとかを置いて、ビルドアップ風に遊ぶこともいけますねめっちゃ楽しい 各パーツのはめ込みがほんとお手軽でストレスフリーですから、これは遊びやすくていいなぁ。で、ディスプレイ状態もすごい入るので、むしろスナップライドビルダー単体で発売してほしいところではありますが、ダイソードを買わないとついてきませんので、ダイソードもう2つぐらい余分に買おうかな。 はい、ということで、食玩仮面、レーダー、ビルダー、大騒動セットのスナップライドビルダーを紹介しました。 どちららかかとというとライダーフィギュア側をすごく楽しししみにしてましたからスナップライドビルダーはおお騒動で出るんだっていうぐらいの感覚だったんですがめちゃくちゃ組み立てが簡単な上に遊び方もすごい楽で本体のボリュームもかなりありますからパーツをはめることでしっかり劇中の大ボリューム差が出てましたしいろんなものが発売する騒動とはいえ本来だったらこういうアイテムはプレバン行きですよねそれをあえて一般販売で発売してくれた D.O. さんありがとうございます予想以上に完成度が高 っスナップライドビルダーびっくりしましたねとりあえずこれ目当てで追加でダイソー堂セット買ってきたいと思いますまだ多分イオン系大量に並んでたから普通に買えると思いますのでダイソー堂セットまだ買ってない人は早めにイオン系のお店ごぼーしましょう以上食玩仮面ライダービルドダイソー堂セットスナップライドビルダーのしょでした